さあ頑張れ、さあ頑張れ、ちょっと待って、みんな早いんだけど、ちょっと待って、アイテムを取ってしっかり。今3位か、あげそう、今3位か、あげそう。よし、やってみよう。あーやばい、3位になっちゃってる。はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。あ、今日こちらマリオカートライブホームサーキットやりましょう。はい、こちらなんですが、もう見たことある方もいるんじゃないかと思うんですけれども、リアルとゲームが連動した新しいマリオカートです。カメラが内蔵されたカートと任天堂スイッチが連動することにより、自分の家がマリオカートのサーキットに早変わりというゲームですね。いや、もう実は結構前から気になってたんで、ついに今回やっちゃいます。さあ、それでは開けてみましょう。ラペーン、おう、はじめにソフトをダウンロードしよう。なるほど。ああ、任天堂 e ショップで検索してソフトをダウンロード、 OK。 セット内容はこれか。おー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 おおおお、出てきました、マリオ。はい、こちらがカートですね。はい、ここにエンブレム M 入っております。タイヤは弾力がありますね。で、裏は、おお、やるねー、裏もしっかり作ってるってのはこれ重要なんですね。このリアのね、ディフューザーのあたりもかっこいいですね。フロントバンパーの下もかっこいいじゃん、これ。で、なんといっても、これですよね、これ。これただのラジコンじゃなくて、カメラがついてるんですよ、ここに。で、これで映像を映して走ってくれるってことですよね。で、それがゲームと連動すると。ゲートとか、矢印看板とか、それがこれだね。おお、まずこっちの、1,2,3,4 って書いてあるのが、これゲートですね。くぐっていくゲートってことか。で、こっちが矢印看板。これが2つ入ってました。さあ、それでは早速やっていきたいんですが、まず、はじめにソフトをダウンロードしようということで、Nintendo Switch でソフトダウンロードしましょう。eショップ。さあ、それではダウンロード完了したので、実際にゲーム起動してみたいと思います。よ、来た！いいねー。マリオカートライブホームサーキット。始まりました。プレス LR か、はい、おお、すごい。ようこそマリオカートライブホームサーキットを始めるにはカートが必要です。はい、持ってます。まずはカートをつなぎましょう。カートの右側にあるカートボタンを押してカートの電源を入れてください。ここですね、このボタン、カートのここにボタンがあるので、この右側のボタンを押す。お、光った、来た、おお、カートのカメラを QR コードに向けてください。すごくない？これすごいね、なんか。はい、今向けてます。おお、サクセス、完了したようだ。それではカートを床に置いてから次へ進んでください。おお、おお、ちょっと待ってすごいんだけど。これ映ってんの僕の部屋なんだけど。こんにちは。まずは運転に慣れてドライバーズライセンスを取りました。ライセンスを持っていないということで、私は普通自動車免許持ってるんだがね。周りが安全か確かめてからドライブしてみてください。もう始まんだ。あ、すげえ。これコントローラーのスティック動かすとちゃんとこっちのタイヤが動いてるんですよ。こういうこと、こういうことですよ。ほら、すごいんだけど、これ。ほら。これを、すごい。今ちょっと床に置いてみたんですけど、これで、もう走んの、これ。よし、アクセル、やってみようか。いきます。スタート。おー、すごい。あ、すげえ。ちょっとこれはすごいな、本当に。おー、へえ、すごいね。あ、操作は簡単ですね、はっきり言って。これは。本当に普通のマリオカートやってるみたいな感じ。あそこにトラがいた、トラがいた、ヒカキンからもらったトラだ、あれは。そう、あれがね、ものすごい場所取ってるんですけど。あ、これコンセントがちょっと邪魔だな、後でどかさないとダメだね。マジっていうか、映ってる、私映ってるっていう感じだよね、これね。なるほど。おお、これはすごいことをやっているよ。次はパワフルダッシュキノコを使ってみましょう。おお、すごい、アイテムを持ったぞ。 L だよね、走って L。 おお、速くなる。お、すごい、速くなる、
速度がアップしてる。あ、これ実際も速さアップしてるのか。あのただあの現実のカートはそこまで速くないですね。あの速すぎたら部屋ぶつかっちゃうんじゃないかって思ったんですけど、あのねその辺がうまくできてて、ゲーム画面で見るとかなり速く感じるんですけど、実際のカートはそこまで速すぎるってことがないので、あの意外とやりやすいかもこれ。ほら、おお、おお、実際に速くはなってるんだけども、そこまでものすごい加速ではないね。いや、実際にこれ連動して速くなるの面白いですね。あとはドライバーズライセンスに載せる顔写真を撮りましょう、まあ、いわゆる免許証だね。え、カートを持ってカメラを顔に向けて、ああ、そういうこと、カメラをこれで撮んだ、あ、こういうことね、こういうことだ、すごいねこれ。これで、あ、これでシャッターはこっちのこれでできるんだ。うおー、できた、マリオカートドライバーズライセンス、氏名セイキン。え、セイキンって入ってんじゃん。え、何もしてないのに入ってんだけど名前、どういうこと、すごいんだけど。スイッチでもともと設定してあったからかな。すごいねこれ、発行日も合ってるな、今日だな、撮影日だなこれ。ランクビギナー、おかしいな、ビギナー、私がビギナーだと。これでセーブ、おめでとうございます。これからたくさんドライブできますね。それではコースを作りましょう。まずはゲートを作って部屋に置きます。わあ、これもう説明書いらないんだもん、全部ここに出るから。箱からゲートを取り出してください。ああ、それはもうやってます。 OK、 おお、すごい。じゃあ OK、 そしたらじゃあゲートこれ作りましょう。1番から4番までのゲートがあるんで、このゲートを作ると、足を引き出す、はい、おお、こういうこと。これはあの素材はまあ段ボールですかね。で、足の先を外に折る、こういうことか、こういうことですね。こういう感じで、ほら、まあ、とにかくこの通り作っていくと、はい、あ、簡単簡単、はい、こんな感じで、こんな感じでできましたね。よし、 OK。 さあ次はコースを作ります。順番にゲートを並べましょう。なるほどね、まあとりあえずシンプルなやつ作るか。はい、それではちょっと並べてみますか。とりあえずシンプルなやつでいこう。1番、こんなんでいいのかな。大体まあ平均的に置いた方がいいよね。こんなにしてみましょうか。それカートから数字が見えるようになってるか確認してください。はいはい、進んでいく方向に数字が見えないといけないんだね。ゲートの足に物を置いて動きにくくしておくとレースをプレイしやすくなる。ああ、なるほどね、そうかそうか、あのゲートがぶつかると動いちゃうからってことですね。私の技術なら大丈夫でしょう。ゲート1の前のスタートエリアへ来てください。ここに来いと。おお、ゲート1の前、おお、ここか、ここだ。あー、なんか待って待って、床がなんか光ってんだけど。おお、床が光ってる、うちの床が光ってる。ゲート1から4まで順番に通ってまたゲート1に戻ってきてください。あー、なるほどね、一回認識させるってことか。あー、なんじゃこれ。通ったところにこのペンキがついて、それがコースの形になります。はー、行ってみよう。おわ、マリオカートの音。ゲート2を通りましょう。2を通って、すごいすごい。あー、ゲート3を通りましょう。ちょっとカーブいけるかな。いけたいけた。あれ、あ、これ設置方向が間違ってるのか。これ設置方向間違ってる。じゃあこうか、こうしなきゃいけない。これ OK、 これで、はいはい、読み取れないわけね、ちゃんと数字がこうなんないと。おお、これできたのかな、これで。うわ、ちょっと、あ、結構今走ったとこ正確にコースになってんだ。すごっ。シンプルに丸になっちゃうのかなと思ったら結構カクカクしてるし、僕が今動いた動きがそのまま認識されてんだ。やばい、すごい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 。クッパジュニアだよね、そうだよね、クッパジュニア様もレースに参加するようです。そうなの？で、これでレースを始める。じゃあやってみよう。最初のレース、はあ、おお、他のキャラが出てきました。お、はい、
おお、ちょっと待って、これすごい、あ、アイテムとかあんの、ちゃんと。すごい、お、すごい、ちょっとコースが短すぎる。コース短すぎなんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはダメでしょ、これ。これすぐ終わっちゃう、これ。待って、アイテムの使い方がわからない。アイテムはどうやってやるんだっけ。待って、もう終わったんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。失礼。ちょっと待って、もう順位とかそういう問題じゃないんだって、これ。どうなってんだ、これ。もう終わっちゃって。おお。Congratulations! ビルダーバージョン、新しい衣装を手に入れました。なんてこった。これ衣装とか手に入るんだ。面白いですね。やり込み要素あるじゃん。新しいクラクションを手に入れる。こういう風に追加されていくわけね。これ面白いね。え、結構いろいろもらえるな。ビッグブル、新しいカートを手に入れました。あー、カートが違うのになるんだ。え、乗り換え、あ、乗り換えちゃった、乗り換えちゃった、もう乗り換えちゃった。実際のカートはまあ一つなんですけど、ゲーム内のカートが変わるんだ、これすごいじゃん。おお、変わった、ほんとだ。フリーランモード、こういうの好き、これだよ。あ、こんなのできんの、これ最高じゃん。これフリーランですよ、もうこういうの大好きなんだよ。もう自由にできるから練習。え、ラジオを変える、曲変えられんの、これ。細かいね、このなんだろう、しかも曲を変えるっていうのも車だから、このラジオで周波数変えるみたいなとこがもうね、すごい。大人になると分かるこの凄さ、任天堂すごいよ。あ、これ曲も追加されんだな、多分後から。今ほらこういう車線になってるけど、ほら、まだまだこれ追加されるんでしょ、これね。そういうことなんでしょ、これ。っていうかね、アイテムの使い方がわかんねえんだ、これ。アイテムどうやって使うんだ。あ、書いてあったわ。L がアイテムだった。なるほど。さっき練習したじゃんね、そういえばね。ちょっとドリフトやってみよう、ドリフト。あ、こういうことね。あ、おー、すごい。ドリフトだ、ドリフト。おー、ドリフト、すげえ。ドリフトできんだもんね。まあ、でもマリオカートっていえばドリフトじゃないですか。こう、キューってこうジャンプして、ジャンプして、キューってこれ行くでしょ。ほらほら、ドリフトドリフトドリフトするとほら、これ光ってくる光ってくる光ってくる、光って光って赤くなると、これ最高のドリフトね。おー、はい、現在新たなる正規コース作りやっております。で、今ゲートは一通り設置して、さらにね、あの装飾というかマリオたちのぬいぐるみを置いたりとか、あとこれ今思いついたんですけど、植物、これをですね、このコースのこの辺にちょっとこうカーブを作るように、こういう感じでちょっと置いたらどうなるのかなと思ってやってます。じゃあ、あとこの辺にも、ここだとあれか、このぐらいか。よし、こんな感じかな。で、ゲート3番の先にはですね、なんとマリオいます。じゃあ一回ちょっとコース見てみようと思うんですけど、ここがゲート1番ですね。1番をここに置いて、さらにコース進んでいくと月曹がいますけど、月曹がいてで、ここが2番があって、で、ここがこう植物があって、こう抜けてきますよね。で、この矢印の看板も使ってます。ここにもまあマリオとヨッシーがいて、で、こう進んでって植物があって、で、行くとまた植物があって、で、ここで3番ですよね。3番のゲートがあって、イメージとしてはこうだな。こう抜けて、ここでぐるっとこう回って、マリオを回ってこう戻ってきて、そうするとまたこの矢印があって、で、ここですよ。もう4番ゲートの前にクッパドン、クッパが立ってるので、ちょっと狭いっていうね。で、こういきますね。で、こう抜けてって、こう来ると、まあちょっと虎がいるんですけど、まあこう戻ってきて1番にまた戻ってくる。これで1周です。それでは、じゃあ今のでコースを作ります。で、これでいきます。こう走って、おーおーおおお、こういう感じか、こういう感じか。あの、作った感じとまたちょっと少し感覚が違うので、おー、2番でしょ。2番行って、で、こうカーブして、はい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 、で、こう来て、こう来て、あー、いいね、いいね、いいコースだね、これは。で、こう来て、次3番だよね。3番、はい、ここ行きます。3番行って、これでマリオをくぐっていくコースにしよう。こういう感じでこうして、で、ここが難しいね。おーおーおお、クッパのここを抜けていく、これはちょっと難しいよ。で、
で虎の横を通ってここに戻ってくると。これでどう？できた？おお、すごい。ちょっとなんか本物のマリオカートにありそうなコースで、ね、うまいんじゃないこれ。じゃあグランプリでやってみますか。おお、マリオカートといえばやっぱこれだよね。 50cc100cc150。 あ、最初は選べないんだ。なるほど、トロフィー取ってかないとオープンしないんだ。じゃあ最初は 50cc にしとこうか。初めてやるんで。お、すごい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 。キノコカップ、フラワーカップ、コーラカップ、スターカップ、バナナカップ、コノカカップ、サンダルカップ、スペシャルカップ、はてな、ランダムなのね。最初はまあ、じゃあもう一番簡単なキノコカップでいきましょう。はい、じゃあこのコースで OK で、おお、キノコカップだ。おお、他のキャラクターが出てきますね。敵がいるからね、頑張ろう。はい、さあ頑張れ、さあ頑張れ。ちょっと待って、みんな早いんだけど、ちょっと待って、アイテムを取ってしっかり。はい、ほら、ボム、あ、いいぞ、いいよいいよ。あ、ちょっと待って、早いな。あ、これワンマン、あ、あ、ちょっと待って、なにこれワンマン、これどうなってんの、ワンマンすごいんだけど。おー、みんなうまいな、これやばいやばいやばい。ちょっと今3位か、あげそう、今3位か、あげそう、ゲッソー、ゲッソー。ちょっと待って、うちで置いたゲッソーがちょっとかなり邪魔してる。うわあ、なんだこれ、やばい、あ、やばいやばい。ちょっと待って、大爆発大爆発、赤コーラ赤コーラ赤コーラ、ちょっと待ってちょっと待って、頑張れ、なんだかこれ、ちょっと、うわ、やばい、いけ、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、1位だ、1位、1位だよ、今のところ1位ですよ、1位ですよ。いいよ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 、ゲッソー邪魔、ゲッソー邪魔、ちょっとゲッソーがすごい邪魔。あー、ちょっと待って、早い早い早い、アイテムを使ってバナナ、ほれ、いや、あ、いや、オッケーオッケー、いや、あ、やばい、なんだ今、アイテムなんか食らったのかな。おー、面白い、ほいほい、あ、いいよいいよ、1位、1位、ちょっと待って、危ない危ない、1位、あ、まだ終わりじゃないの、まだ終わりじゃないのか、何周何周すればいいのこれ。あ、まだあんのか、5周か、やばい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 、2位、2位なんだけど、2位、2位なんですけど、やばいやばい、ちょっと待って、3位なんだけど、やばいじゃん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 、よいしょ、まだもう1周あるから大丈夫、もう1周、最後で、最後の巻き数のアイテムだ、アイテムがいいのが来い、いいのが来い、よし、いけ、当たったよ、赤コーラ当たったよ、やばい、ちょっと待って内回りだ、内回り、やばい、なんかアイテム食らってるよね、ものすごい食らってるよね、これちょっとすっごい遅いんだけど、アイテムが、ちょっと待って、やばい、あいつが1位か、2位だ、初レースは2位でした。面白いなこれ、イギーに負けて、イギーに、オーケー、もう分かった、そしたら行きます、スペシャルカップ大丈夫って感じなんだけど、せっかくならやっぱりスペシャルカップやってみたいじゃんってことで、スペシャルカップ、コースは同じでいいかな、同じなんだけど、あ、やっぱり変わるんだよね、来ました、スペシャルカップレトロランド、そう、さっきとゲートとか同じなんですけど、これカップを変えればコースの内容が変わるわけでしょ。頑張りまーす、あー、やばい、いきなりゲッソーが邪魔だ、うちの、うちのゲッソーが、やばい、アイテム全然取れなかった、取れてる、あ、いいよ、ワン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 、おお、ほんとだ、レトロだ、すごい懐かしのマリオの、これはちょっと待って、敵がすごい邪魔してくるんだけど、ほい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 、うわー、これクリボーがいるんだけど、危ないな、クリボー、クリボー、ちょっとこれは当たっちゃってんだな、これがクリボーに当たっちゃってんだ、ちょっと待って、みんな早いんだけど、全然ビリなんだけど、ちょっと待って、クリボー、ちょっと待って、あ、全然ダメだぞ、ちょっと待って、5位なんだけど、5位なんですけど、ちょっと待って待って、ビリなんだけど、いや、なんとか巻き返したい、そもそも 100cc になってるからね、そもそもちょっと難しくなってんだ、よっと、はい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 、避けて避けて、アイテム、アイ、全然アイテム取れない、
アイテムが取れてないんだ。これは厳しいよ。アイテムを取らせてくれ。で、これボタンを踏みます。はい、クリボー、クリボー。そうするとね、カートが、実際のカートが遅くなるんだよね、これぶつかると。ちょっと待って、ちょっと待って、全然ダメなんだけど。助けて、助けて。お、来た、キノコ、キノコ、行くぞ。加速、キノコに、キノコで、加速で。あ、アイテム OKOK、 いいよいいよ、取ってるよ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 、いいよいいよ。順位が悪いときっとアイテムが良くなるはず。よしよしよし、ちょっと待って、これ使いたいんだけど。あー、くー、これリアルだな、リアルに遅くなるんだよ。ほい、うわー、ぶつかった。おーおーおーおお、バナナ危ない。おい、避けて避けて。クリボーが多い。これはね、これはやっぱりスペシャルカップは難易度が高い。あ、でもいつの間にか2位だ。やった、いいぞいいぞいいぞ。クリボー避けたかった、避けたかった、今今避けたかった。ほい、いいよいいよいいよ。ここでほら、あかん、こうだ。クリボー避けろ。大回りになっちゃってる。何位、3位か、3位か。ちびき行きました。すごいでしょコース。だってこマリオカートだよ。スタートか、マリオ。だってこスタートだね。魚魚これ走るんだよ、ここマリオ。おー、速い、速いな。位置について、よーい、スタート。よし、やってみよう。いいかい、いくよ。やった。ほら来た、ほら、あ、ほらすごいでしょ、ほらほら、はや、早いでしょ、ほらほらほら、やっております、ちびきやってます。フリーフリーモードで今走ってます。これすごいでしょ、ほらほら、これうちの中だよ、ほら、はや、早いでしょ、ほら、うん、お、これはちょっとあのちびき2歳児なので、多分あの普通のレースは難しすぎると思うんで、まあフリーモードがちょうどいいのかもしれないけど、まあ、せっかくだからやってみようか、グランプリ。うわー、すごい吹雪だよ、大変な吹雪ですよ。9 2 1 GO。 いいよいいよ、おー、早い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 、なんかものすごい速くなったね。おお、すごい、振られる振られる、なんかあの竜巻みたいのに振られるんですけど、実際に振られた感覚になる。おーおーおー、これ当たっちゃダメなんだね。あー、振られて虎の方に行っちゃう。よいしょよいしょよいしょ。うわー、なんかすごい食らってんだけど。アイテム食らうと止まっちゃうんだよね、本当に。マリオ、おいしい、マリオ、マリオ、もっとね、うまいことドリフトとか使えればいいんだろうけど。早いね、早いよ、早いね、早いでしょ、早いよ、早い、はい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 、おい、あー、いやー、見えない、いやー、見えない、見えない、見えなくても大丈夫。よし、1位だぞ、1位だぞ、よし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 、いいぞいいぞ、いいよいいよ。うわ、振られるね、この目、こう振られる振られる、すごいんだよ。いいよいいよ、あ、だいぶ大回りになっちゃった、やばい、あー、止まっちゃった。うっ、こら、よし、早いね早いね、マリオ、あー、やばい、3位になっちゃってる。まだ1周ある、まだ1周ある、諦めるな。よし、サンダーだ、最高だ最高だ、サンダーサンダーいいぞ、サンダーサンダー、よし、いいぞいいぞいいぞ、あとちょっとだぞ、接戦です、接戦です。おー、やばい、彼が速い、なんかいいアイテム来て、コイン、コインかい、いけ、来たんじゃない、ほら、1位、うまいじゃん、1位だ。はい、ということで本日はマリオカートライブホームサーキットで遊んでみたんですが、
想像以上に面白かったです。何が面白いって言ったら、まずやっぱりこうコースが自分で作れるっていうところですよね。ゲートを4つ置くだけで簡単にコースができるので、そこがまず面白いし、あとはいつも見慣れた家の中なのに、この画面を通してみるとその中にマリオカートのコースができて、しかもアイテムとかも表示されてるし、敵も出てくるし、でそのアイテム使ったら本当に、例えばキノコ使えば本当に速くなるし、ゲームの中とこの実際のカートが連動して動くっていうのがすごく面白いなと思いました。例えばまあ1回コース作るだけでも、キノコカップであればキノコカップのコースになるし、スペシャルカップにすればまた全然景色がガラッと変わって、コースが全然違う雰囲気になるんですよね。出てくるギミックも変わるし、でここ家の中の景色が変わるっていうのは、これなんか不思議で面白かったです。今日ほんの一部しかできなかったんですけど、まあコースによっては本当に家の中がこう水中になったりとか、火山になったりとか、まあいろんなコースがあるので、かなり楽しめそうですね。はい、ということで本日僕が遊んだマリオカートライブホームサーキット、概要欄から詳細チェックしていただいて、ぜひ遊んでいただければと思います。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time。 果てしなく続く空、その先にあるものを